ミリタリー・モーターズはディスカバリーチャンネルで放送されているドキュメンタリーリアリティ番組である。制作はドイツのテレビ局 DMAX。2014年からは DMAX からスピン TV に変わっている。ディスカバリーによってロシア、アジア全域、日本などで放送されている。ドイツでは2014年9月に放送が開始され、2020年2月時点で本国では シーズン7、日本ではシーズン6まで放送されている。番組の舞台は、ドイツ西部ラインラントプファルツ州の人口300人ほどの小さな田舎町、ペータースラールに実在する自動車、販売会社モーロックモーターズ。22000平方メートルの巨大な敷地には、およそ1000台の車両とパーツ、部品を収めた会場コンテナ1000個が山積みにされている。 さらにここ以外にも3カ所ほど保管場所がある。その番組名が示す通り、走行車やジープといった国用車を専門に扱っているのが他の自動車番組とは異なる特色であり、魅力になっている。モーロックモーターズ航空写真1994年ケルンで創業1998年に現在のペータースラールへと移転した。モーロックモーターズは、 米軍と独占契約を結んでおり、アメリカ軍がヨーロッパで廃棄する車両や備品を払い下げ品として購入し、修理やカスタムをして販売している。払い下げ品は2週間に1度、コンテナに何が入っているかわからない状態で送られてくる。仕入れ額は1回あたり10から12万ユーロ。車両だけではなく、衣類、医療機器、トレーニングマシン。 組み立て式の司令部など多岐にわたる。ただし武器や兵器などは含まれない。福袋を買っているようなもので当たり外れが大きく、高価な機器や転売しやすいものは当たりだが、外れの場合は大量のトイレ用スリッパやボーリングの玉800個が届いたこともある。なぜか赤ちゃん用の服とベビーベッドの時もあった。なぜこれほど大量に廃棄されるのかというと、 ミハイルによると、米軍は一つ必要だったとしても、有事の場合に足りないと困るため7から11個ほど、余分に購入する。だが、結局は2つぐらいしか使わないため、未使用の米軍払い下げ品が大量に生まれるという。米軍以外にも、世界各地で軍用車を買い付けたり、ネットオークション、一般人から購入することもある。M151 マットは500台以上あり、これは、 サウジアラビアの王族から大特価で買い付けたもの。モーロックモーターズは特殊な店であるが、購入希望者は大勢いるという。客層は特殊な人たちが多く、医者、大学教授、軍人、用人棒など。顧客が求めているのは、店の宣伝やプロモーション、ディスプレイに使える目立つ車、イベントで使用する車、映画などの撮影用である。 特殊車両は1日のレンタル料金が高く、撮影が長期にわたる場合は購入した方が、結果的には安上がりだという。軍用車が多いが、アメ車などの普通乗用車も取り扱っている。ただ平凡な車はなかなか売れないのが実情。店頭販売だけではなく、自社サイトでネットオークションも行っている。店で買う場合は現金払いのみで、その他の支払いは受け付けていない。 従業員数は15名程度。みんな好き勝手やることから、近所では、ならず者と呼ばれているという。従業員になるには、厳しいテストが待っており、ミハイルの要求にすぐ応えられる、即戦力の人材が求められている。前の職歴や履歴書は関係ない。実際に出された課題は、錆びついたフェンダーをさらに踏みつけたものを、きちんと直せるかどうかだった。 その就職希望者は突然消え、二度と戻ってこなかった。シーズン7はオリジナル音声と字幕、吹き替えはなし。ジムスタッフメカニック全4回全6回全6回、全7回全18回全17回全14回、全15回英語圏の放送局のために作成された特別編。DMAX のオンデマンドエリアでも公開された。インタビューも、 英語で行われている。放送開始時は4期だったが、その後番組内で、セスナ O-2 と T-28 を購入している。これで合計積載燃料は2700リットルだが、翻訳にミスがあり27000リットルとナレーションしている。シーズン5の時点で、シーズン5より他の女性スタッフも出演しているため、唯一の女性スタッフではなくなっている。 シーズン2の時点でありがとうございます。